エドマンド一世は、イングランド王。ザ・エルダー、ザ・ディード、ドゥアー、ザ・ジャスト、ザ・マグニフィセントとも呼ばれる。エドマンドは、エドワード長慶王と三人目の妻エドギフの、息子として生まれた。先代王のアゼルスタンにとっては、異母帝に当たる。939年10月27日に、イングランド王アゼルスタンが亡くなり、エドマンドが王位を継承した。 王を宣言した直後、エドマンドはいくつかの軍事的脅威に直面した。ダブリン王オラフ三世がノーサンブリアを征服し、イングランド中部地方に侵略してきたのだ。しかし942年にオラフ三世が死に、エドマンドはイングランド中部地方を再征服した。943年には、ヨーク王、オラフの後見人となり、944年には、 ノーサンブリアの再征服に成功した。同年、エドマンドと同盟を結ぶ、ヨーク王オラフが王位を失い、アイルランドのダブリンに去った。オラフは、ダブリン王、オラフクアラインになり、引き続き、エドマンドと同盟を保った。945年、エドマンドは、ストラトクライドを征服したが、領有権を、スコットランド王マルカム一世に譲り、引き換えに、 軍事的な相互援助条約に署名した。こうしてエドマンドは国境の安全政策並びにスコットランドとの平和的関係を確立した。エドマンドの統治期、イングランド国内の修道院の復活が始まった。946年、エドマンドは追放された盗賊、レオファによって殺害された。パックルチャーチでミサを行っている時、エドマンドは群衆の中に、レオファを見つけた。 レオファは去ることを拒否し、エドマンドらと戦いになった。この戦いで、エドマンドとレオファは、共に死んだ。エドマンドの王位は、弟のエドレットが継承した。エドレットは、子供がいなかったので、エドレットの後は、エドマンドの息子たちが、イングランド王になった。以下の二人である。ありがとうございます。